ンポン。あ、お、い、どっか遊びに行くで。え、嫌だけど。なんてや、だって面倒いし、ゲームしたいし、たまには外でリフレッシュするのもええんやないか。今リフレッシュしてるもん、かたくなやな。まったく、葵はまたまた子供やな。はぁ、めっちゃ大人だし、お姉ちゃんよりも略倍大人だし、なんやと、なんだよ、ムー。はぁ、ねえ、はい、大人っぽい女性ってなんだと思う？うん、それはもちろん、ギャル、ですかね。それだ。こんちは、あー今日も授業疲れたなと。なに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 、あ、あかり先輩チース。髪の毛どうした？あ、これ焦点ペガサスミックス盛りです。ごめん、何言ってるかわからない。今までの自分という殻を破るためにはやっぱりギャルが一番かなって。まあ殻は破ってそうな髪型してるけど物理的に。先輩、この声はついなちゃんか？違いはギャルですよ。もはや何がギャルだよ。焦点ドリルパチドラ盛りです。ごめん、何言ってるかわからない。バーサーカーさん、一緒にするって言ってくれたので。面倒見よすぎだろ。てかどちらかと言うとバーサーカーの方がギャルっぽいの。なんなんだよ。確かにガングロですもんね。そこじゃねえよ。うるせえ。どうしたんや、いつも比較的まともな二人が。なんかあったんか？うん、実は。なるほど、大人な女性ね。はい、それってパラパラを踊ろうと大輔さんにお手伝いいただきました。あの人大輔さんっていうの？そんな無理して大人になる必要なんかないやろ。そうですかね。そうそう、きっと二人は普通に過ごして普通に成長すれば魅力的で大人な女性になるやろ。ゆかり先生みたいな。ごめん、それはおすすめしない。まとめると二人はそのまんまでええってことや。ママだからちゃうって。ちょっとエンディングみたいに入ってくんのやめろ。こんちは。ん、やっぱ大人な女性って言ったらギャルやろ。見ろやこの森並。はい、ザコー、私の本山森の勝ち。にゃ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 。もう帰ろうかな。